ジョイです聖書ライフへようこそ聖書ライフでは聖書を通してイエスのライフ命を体験した聖書を理解することによってイエスに出会いイエスの命体験することができることを信じていますだから聖書の一緒一緒を見ていっています前回は第一ペテロを見ました、えー、すごい人間っぽいペテロが書いた、えー、弟子たちのリーダーだったペテロが書いてペテロは自分が経験した 迫害苦しみを経験したから迫害,されて、えー、迫害を経験している、えー、散らばされたクリスチャンたちに励ましのメッセージを書いている第2ペテロは第1ペテロを受け取った人たち同じ人たちに書かれています。第二ペトロは、 ペテロのライフメッセージも最後の終わりが近いのを分かってた伝えたいことを忘れないように覚えておけるように書いている第1ペテロでは迫害が教会の外から教会が攻撃されていたこの第2ペテロでは教会の中から攻撃されている偽教師が混ざり込んでいるそのような状況に対してペテロが 書いていててされるな偽教師たちにだまされるなイエスの再臨の時清く迎えられるように私たちが信仰に歩み生き正しい、えー、清い生き方を進めていきますペテロのライフメッセージ最後の絶対は忘れないでほしい伝えといておきたいことが成長続けなさい神と歩み成長する中で神の いと一体になることができるよ、その命体験できるよ、成長をやめないでください。また、正しく教理理解したら、正しい考え方につながり、正しい考え方が生活に影響するよ。また、聖書の言葉の権威、神の言葉の権威にもここで書いています。第2ペトロのまとめは、 ちょっとまとめにくい部分もあるんですけどテーマが「知識と成長」っていうような言葉がテーマとなると思います。また偽教師による迫害について主に書いています。一章では「恵みで成長しろ」イエスにある生ける希望を知れイエスを知ることを通して神の命体験できるよと、えー、いうふうなことを教えて。 言います自分たちの飯と、えー、ラビを確かなものとするように一層励みなさいって十節一章の十節で書いてありますそうするとつまずくことはないよイエスを知ることにより知り続けることにより確信を持っていくことによりつまずかなくなるっていうふうに、えー、書いてあります一章の最後の方の十四節十五節でペテロが自分がもう死ぬのももうすぐだって でもこのことをみんなに覚えておいてほしいために書いてますよというようなことを書いています。2章では偽教師の危機と教師は教会の中で行動と生き方で生き方とを葉で生き方と言葉で生き方と言葉で行動とで生き方とで生き方と言葉で生き方と言葉 女欲に生きて、えー、こんなんでもいいんだよイエスか、まあ、帰ってきてないからもう貪欲で普通に生きたいように生きればいいんだよっていうようなことを,を見せていたのではないでしょうかそんなところに、えー、ペテロは反対に「神の言葉に成長する」「汚れた欲望の生き方に生きない」 牽品を神様が与えてくれたリーダーたちをちゃんと敬うことができないといけない特に第2ペテロ2章の2節なんか読んでみてください3章では期待に成長イエスが戻ってくる再臨される時に清くあるものを待っているものとして乱れるために固く立ち続けなさいっていうような励ましがあります 第2ペテロでは旧約聖書の使い方、すごい、えー、いっぱい旧約聖書を使用し、それをまた応用していきます。そんなところにも注目してみるといいでしょう。また、えー、ペテロは、えー、1章ではイエスを例題として、2章ではバラムとニセ、えー、教師たちを結びつけ、3章ではみ、えー、言との大切な をパウロで象徴しててていいることを覚えておいてください第二ペテロで大切になってくる」えー、箇所いっぱいありますけどその中でも3章の17節と18節ペテロがですから愛する者たちあなた方は前もって分かっているのですから不道徳な者たちの惑わし,惑わしに誘い込まれて自分自身の堅実さを失わないようによく気をつけなさい。 私たちの主であり救い主であるイエス・キリストの恵みと知識において成長しなさいイエス・キリストに栄光が今も永遠の日に至るまでありますようにこの第二ペテロから考えていきたいのが皆さんのライフメッセージ何ですかペテロのは成長し続けなさいイエスのこと知り続けなさいイエスのこと正しく知ったら正しい距離があったらそれが正しい生き方考え方につながりますよ いいうことを教えています最近の考え方では知識を大切にしたいクリスチャンも多いでも大切だよ考え方が生き方につながるよインパクトを与えるよっていうようなメッセージをペテロが聖書でしてるから私たちもそれを信じて考え方もイエスに変えられてイエスをもっと知ることによって生き方変えられていくことを信じていきましょうでは次回 また一緒に聖書を見ましょう。